リファーレのボス、松上さんと、はい、松上さんの靴を磨きに行こうと。まさかの展開。で、後ろにいる男前は、はい、世界チャンピオンですよ。この世界一の腕をですね、世界一うるさい松添さんがね評価すると。表面の汚れと古いクリームを溶かすイメージで、僕ちょっと見てびっくりしたんですけど、本当にすごいですよねこの短時間で。ご視聴ありがとうございます。こんばんは、杉内浩です。これ1回やってみたかったんですよね、この斜めのこの感じ。これでだいたい寒いテロップが入って終わるんですけど、進藤です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はなんと横にいるこの真面目な人、リファーレのボス松添さんと、はい、松添さんの靴を磨きに行こうと。ああ、そうですね。まさかの展開。で、はい、後ろにいる男前は世界チャンピオンですよ。すごいっすよね、ハルクホーガンみたいな。ハルクホーガン古いリベラーの看板に春子が出てるっていう話から全然わからないですよ ね、視聴者は。皆さんもご存知のブリフトワッシュの長谷川さんです。長谷川さん、よっ長谷川、よっ長谷川、よっまさかの松江さんとは初対面ですよね。そうですね、はい、あのお会いするのは初めて。実はお会いしましょう、一緒に会いましょう、会いましょうっていう話してて、はいはいはい、こういう企画に来ていただいたんですけれども、僕も目の前で靴磨くところ見たことないんですよ。ああ、そうですね、そうですよね、僕も見たことないですね。お客様が、共通のお客様がいらっしゃるから、はい、ね、履いてらっしゃる方は何回も見たことあるんですけど、はいはい、この世界一の腕をですね、世界一うるさい松添さんがね評価すると。評価する体感する。ちょっと待って、体験する間違ってますよ、はい、体験する、はいはい、言葉って難しいですね。言葉がぐちゃぐちゃにならないうちに、松江さん今日はどれを持ってきていただいたんですか。今日はこちらですね、靴ですね。そうですね、靴です。靴磨きなんで靴です。はいはい、エントボナフェの行動版ですかね、はい、なるほど。これ結構履き込んでるんですけど。結構履き込んでますよね、はい、よくある靴修理屋さんあるあるですけど、履き込んだ靴磨かない。なるほど。ということで、はい、あの早速こう磨いてもらう方がもういいと思うので。そうですね、最初に汚れ落としをします。で、曲げブラシでホコリを払います。コバインクを塗っていきます。次はクリーナーでアッパーの汚れと古いクリームを、表面の汚れを、こう表面の汚れと古いクリームを溶かすイメージで拭いていきます。で、ここから栄養補給をするんですけど、その前にコードバンなんで、ちょっと一回このシワの部分の毛羽立ちを一回潰します。結構これクリーム塗ってからこの潰す派の人が多いんですけど、僕はクリーナーの時点で一回拭き取った時点でこれやる派ですね。で、今から栄養クリームを塗るんですけど、ちょっと色が何とも言えない絶妙な色なんで、ちょっと混ぜていきます。で、クリームを塗っていきます。で、素手で塗っていきますね。しっかり指で温めながら皮に入れていきます。で、塗ったらこの硬い豚の毛のブラシでしっかりこなじませます。この時は結構力強くブラシをします。で、クリームをしっかりなじませて、で、から拭きをします。で、ここまでが、まあ、栄養補給ですね。クリームまでで、まあ、これだけでもかなりやっぱコードマンなんで、すごいいい感じになってますが、まあ、ここからより美しくワックスに仕上げていきます。今の状態で皮の中にクリーム、まあ、水分油分が染み込んで、まあ、皮自体が潤っている状態ですけど、ここからまあ表面上でより光らせていくっていう。で、ワックスを使います。で、コバもしっかり焼きたいんで、ワックスまずこれも素手で体温でロウを溶かしながら皮の中に。
すごい、でもかっこいいですね、やっぱ。まあ、もともとこちらも綺麗でしたけど、よりツヤが。松井さん、こう上がっ、肩上がりました。僕ちょっと見てびっくりしたんですけど。そうですね、すごかったですね。途中で松井さんも言ってはったけども、本当にすごいっすよね。すごい。この短時間で。はい。僕もさっきずっと所作を見ながら見てたんですけど、驚きましたね。何よりもまず所作が綺麗、はい、これは僕いろんな職人さん見るんですけども、一流の職人さんって絶対所作が綺麗なんですよ。あ、絶対無駄がないから、こう流れるように最後まで綺麗に仕上げるっていうのが、あれなんかちょっとマイク貸しますわ、なんかおるわ、おるな、マイク飛んでやめてくださいよ横におっさん誰かおるなと思ったらついにマイク勝ち取りましたよ、ご視聴ありがとうございます。中条幸太郎です。ちょっと一回やってみたかった一回やってみたかった、すいません。私もあの徳を積み重ねた結果、こうちょっと告知をさせていただくことができまして、今日あの実はこのブリストアフシュの長谷川さんと初めてコラボ商品を出します。3月いつだっけ、3月12と13の土日で初のコラボ製品。どういうコラボかっていうと、まあ私と、まあ普段新郎さんとイチャイチャしてますけど、私がちょっと今回あの長谷川さんとイチャイチャしようと。うなずいてる、あ、マイクないからうなずいてるだけね、やきもち焼いてるのね、うん、これ何がイチャイチャかっていうと、実はこれ皮を最初に私がカットして作ったものを長谷川さんに出して洗濯しちゃってもらってます。なんと洗濯してます。ミュージアムカーフなんですけども、それを一回ぐちゃぐちゃにすると。これなんでかっていうと、まあ、私の作りってすごくシンプルに美しくっていう、まあ、綺麗にっていうところが、まあ、長谷川さんとお会いして、あの長谷川さんがかなりパンクっていうのをテーマにされてるんで、はい、店とか、ね、やってることはすごくオーソドックスなんですよ。ハートがパンク、そうですね、根っこはそういう反逆的なところがある。反逆的なので岡本さんの美しい商品を見てぶち壊したくなった。いやいや、ぶち壊したいっていうよりもこういうことをしていただきたいっていうのがパンク出ちゃった、はい、ド S とド M のイチャイチャコラボができましたということで、あの何をしたかっていうと、綺麗に作った革を一回洗濯して絞り込んでもらって、それをまた私が再度組み上げてハンドルをつけたりとか内装を作ったりとすると、それをもう一回長谷川さんに出して最後に得意の磨きで仕上げたっていうシリーズです。ブランド名新しくしまして TMB アッシュ、 TMBH の H とブリフトアッシュの H のロゴをちょっとミックスさせていただいて、一番のポイントはいつもエクボがついてるんですが、それがアッシュの点々ということで、H のロゴの H の上に点々にしていただいた、はい、2つということで、あのもうこれはもうブリフトアッシュと TMH 限定の商品でお披露目になります。ぜひ来てください。ありがとうございます。はい、マイク返してもらいますけどとりあえず朝から横にいたんで、とりあえず告知に呼びました。ええ話してる時に出てきてもでも本当に僕も今日見て本当にびっくりしました。これは結構靴好きな人、はい、見るべきやっていうぐらい、そうですね、すごかった、うん、で松江さんみたいなプロの方が見ても、え、目から鱗っていうようなことがたくさんあるっていう、その技術は今日は俺は本当にびっくりした、はい、びっくりしてそのままで終わらせるやつコメントが出なかったですね。コメント出なかった、はい、まあ、でも、まあ、僕らも靴の修理やったりだとか磨きをやったりとかしますけど、まあ、やっぱりそれぞれやり方も違いますし、いろんな考え方を持ってやってると思うんですけど、新しい発見もありましたし、より勉強していくというか、よりやっぱ研鑽を積んでいかないといけないなっていうことを反省させていただいたというか、これを機にちょっと自分の靴きれいにしてなかったんで、ちょっとまず自分の靴をきれいにすることからちょっと始めてみようかなと。あ、皆さんぜひ概要欄のところにお店のアドレス全部載しておきますんで、一度本当に予約取って、予約取らないとダメですよね。そうですね、お客様重なると予約制ですもんね、はい、あのぜひ遊びに来ていただければ僕はいいんじゃないかなと思います。告知です。あ、ここにいる松江社長、マスタープランのオフィシャルストアでの革製品の修理、うちの商品買っていただいた方は松江さんところでの修理代が 5% オフになるようなチケットを発行いたしますので、これ震災橋リフォームさんでも同じことやらせていただくんですけれども、お修理に使っていただければと思います。皆さんご視聴ありがとうございました、登録と高評価よろしくお願いします。あの嫌だと思ったら外してください。素直にね、見ていただければいいと思いますので、ぜひ今後とも、ご覧いただければ嬉しいです。ありがとうございました。